はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。でこのチャンネルではですね、私がほぼ毎日本を一冊読みまして、その内容を、こうして動画でレビューをしていくという、チャンネルになっています。でもし興味がある方はですね、チャンネルの画面に行っていただいて、再生リストが作ってありますので、そちらからまあ動画を検索探していただければと思います。で多いのは、まあビジネス書とか、心理学の本、また最近はちょっとお金とか投資とか、まあ、そういった本をまあ読んで紹介してます。はい、で今日はですね、この茶色の朝というタイトルの本をご紹介したいと思います。でこの本は、フランスで、発売された本だそうで、2003年に、第1刷りが発行されています。で内容はですね、主人公と友人がいます。で、日常を送ってるんですけれども、ある時ですね、茶色以外の、ペットは許さないっていう、法律が突然できますと。で、それによって自分が飼っていた猫とか、友人が飼っていた犬っていうのは、手放さざるを得ない状況になってしまうと。で、ある時街に出ると、白い犬を連れた子供が泣き叫んでいると、その白い犬はその法律によって飼えなくなってしまうと。で、自分は茶色い猫に飼い替えて、友人も茶色い犬に飼い替えたから安心だなと思っていたところに、ある時ですね、その昔茶色じゃないペットを飼っていた人は、それも処罰の対象になりますということで、お触れが来てですね、友人が、捕まってしまうと。で、その後気づくと、自分のところにもというのが、内容です。でちょっとほとんど全て実はこれで喋ってしまっているんですけれども、内容自体はですね30ページぐらいです。もう非常に短い、です。でしかも、結構絵とかが挟んであってですね、もう実質30ページどころか多分20ページとか、10ページぐらいの内容です。でこの本はですね、その帯に書いてあるんですけども、フランスの政治を動かしたベストセラーというふうに書いてあるんですが、内容はですね、つまり、ある日突然茶色だけの世界になってしまうと。で私は勉強不足ですぐ思い浮かばなかったんですけども、茶色っていうのはですね、ナチスドイツの、イメージの色でもあって、つまりですね、その茶色っていうのを強制する世界、そういった、すごく右極右の、運動っていうのが、当時のフランスの雰囲気の中にあったと。で、それをこう批判というか、するために書かれた本だということです。なんですけども、特徴的なところはですね、その明らかにそれがいけないんだという、声高な、告発や糾弾の調書は微塵もありませんというふうに、これ後書きっていうか、書いてあるんですけど、そこで書いてあります。で、本当にその通りで、もう淡々とですね、その主人公と、友人に起きた変化っていうのが書いてあると。で、最初は、普通にペットを飼ってたんだけれども、政府がダメっていうからペットを買い替えましたと。買い替えようかしゃあないなっていうことで買い替えると。で、買い替えたから安心って、別に茶色の犬に買い替えただけだもんね、茶色の犬でいいねとかって言って、また日常がスタートするんですけども、その日常も、気づけばいつか当たり前ではなくなってしまうと。で、最終的には自分たちも、捕まってしまうという流れになってるんですけども、実はその過程でですね、その茶色さえ守っておけばいいんだろうと。で茶色に守られた安心、それも悪くないという言葉が、特徴的な言葉として出てくるんですけれども、つまりはですね、その、政府が言っていることに対して、従っていれば、従っていればというか、そのあえてその政府が言っていることというふうに強調されてないんですけども、世の中がそういうふうに動いていくんであれば、自分もそういうふうに変わっていけばいいやというような、こう天下り的な、発想の転換というかですね、認識というものが、いかに危ないかということを、示唆しているという内容になっています。で、その流れに逆らわないで生きていれば安心が得られて面倒なこともないと、そういうふうに思うことは、実は、常に正しいとは限らなくて、これがその現代の日本社会に生きる私たちにとっても、決して無縁ではないということは明らかでしょうと。で、その差別的な発言を繰り返す政治家が人気になったりとか、メディアが特定の国への敵を煽り、その国につながる人々が嫌がらせの標的になったりとか、そういう、ファシズムとか、なんていうのかな、そのイデオロギーっていうんですかね、そういうものが、蔓延してるんじゃないかということを、言っていると。で、内容は以上なんですけど、面白いなと思ったのはですね、この本2003年に書かれてますので、多分この後書きもその頃に書かれてるんじゃないかなと思いますが、例えばですね、今私が生活しているアメリカっていうのは、ご存知の通り、あるトランプっていう大統領がいてですね、そのトランプの
やってることを見るとですね、なんとなくこの本の中に、書いてあることが、まあ、なんていうのかな、実際に現実に起こってきてるんじゃないかなということを、まあ、感じます。で、まあ、幸いにしてですね、トランプが、まあ、すごく、アメリカ全土で求心力を持っているかというと、そういうわけでもなくて、まあ、もちろんそれに反対する、まあ、カリフォルニアとかニューヨークとかですね、まあ、そういった州では、全然評判が悪いので、いいと、まだ、なんていうのかな、救いがあるんじゃないかと思ってますけれども、例えばですね、やっぱり最近のヨーロッパでも、まあ、ブレグジットとかですね、まあ、自国第一主義っていうのが、まあ、非常に強くなってきてるんじゃないかなっていうことを、まあ、今ふと気がつきました。で、まあ、そういった中でですね、その、まあ、いかにその銃を気づかずに失っていくっていうことが怖いことかっていうことを、まあ、この本は気づかせてくれるんじゃないかなというふうに思います。はい、ちょっと短い内容の割にまとまってませんけれども、まあ、あえてですね、ちょっと細かい私の意見というよりは、まあ、皆さんが自分で読まれて感じたことっていうのを、まあ、そのまま感じていただくのがいいんじゃないかなという気がします。はい、今日は以上です。